どうも東大二階落ちの慶応生うんこだよ。今日も200年から300年の日本の歴史についてざっくり理解していこう。さて始めます。まず政治経済社会ですね。政治経済社会から始めていきたいと思います。200年から300年というのは、まず弥生時代の後期でね。それで239年に卑弥呼がなんと魏に使いを送ったんだな。で、魏というのは相変わらずジャイアンのことだと、おさらいしよう。中国は当時東アジアで圧倒的な権力を誇っていて、いわゆるジャイアンのような存在だったんだな、ドラえもんで言うね。で、その一番の子分になるためにいろんなやつが使いを送った。当時の中国ジャイアンの名前は魏になっていたので魏に送った。そしていよいよ新魏和王という称号をもらった。いわゆるジャイアンが、お前は最高の子分だ、お前はじゃあ特別にジャイアン1号という名前をつけてやるみたいな感じで特別な名前をつけてもらえたんだな。新魏和王だ。ここで注意なのが新親っていう字なんだな。新しいにしちゃダメだっていうところだね。あと和王の和、これを平和の和にしちゃダメだよってところだね。それほどまでに女王卑弥呼は初めてに近いくらい魏に、要するに中国に評価された存在でもあるってところだ。ここも注目のポイントだ。そして魏志倭人伝という書物にこれらのことが書いてあったと。また卑弥呼は銅鏡や宝物といったものも一緒にもらっている。ここも今言った一連の出来事、これは239年に起こった。この年号も覚えとこう。覚え方は200の2を負と読み、200の3、239の3を弥と読み、239の9を負と読んで踏み来る、手紙が来る、踏み来る、239年踏み来る、239年と覚えよう。そして次の時代だ。次の年266年に和の女王イオ、これイオって読むんだな、このよくわからん字で、イオが秦に献使する、使いを送る。またね、もうこの頃にすでに三国時代だった中国がまとまり、秦という新しい国ができているので要注意だと。とにかく200年から300年の時代っていうのは女性、女王が強い時代だったということがわかるな。おお、女王が強い、とても女王が強いっていう時代だと。で、次に文化に行く。文化、前方後円墳という特徴的なお墓が出現したと。どんなお墓か、まずスライドの図を見てほしい。上に丸があって下に四角がある。ただ出現したことが重要なのではないと。この特徴的なお墓が全国に現れている。まずこんなお墓ができている時点で、こんな大きなお墓が、特徴的なお墓が作らされることになっている。これはいろんな人関わらなきゃ作れない。つまりとてつもないでかい権力者が作らせたということに他ならない。でかい権力者が現れたんだと。これが一つだ。もう一つはこういう特徴的な古墳がいろんな場所にある。つまり特定の有力者が日本各地にまで権力を伸ばしていると。つまりだ、全国制覇、統一、それまで諸国分立だった日本がまとまってきていることを示しているっていうのが重要だと。そういうのが文化から伝わると。そしてこの200年から300年の間に弥生時代という今まで学んできた時代から古墳時代という時代に変化していく。前方後円墳の出現を皮切りに、さて古墳時代、次の300年から400年どんなことが進んでいくのか、これを次の授業で伝えていきたいと思う。